マイク・ジャッジは、エクアドル共和国、グアヤ・キル生まれのプロデューサー、アニメーター、脚本家、映画監督、声優、俳優、ミュージシャンである。人気アニメ、ビビス・バッド・ヘッドや、キング・オブ・ザ・ヒルの制作者、アニメーター、声優として知られるジャッジは1962年に、エクアドル共和国のグアヤ・キルに生まれた。父親は、人類学の学者で、母親は、 図書館員だった。後にアメリカへ帰国してニューメキシコ州のアルバカーキで育つ。高校卒業後はカリフォルニア大学サンディエゴ校へ進学して物理学を専攻した。エンターテイメントに興味を持ち始め、1991年に制作したショートフィルムフロックベースボールがダラスで行われたアニメフェスティバルで評判を呼び、 ケーブルテレビチャンネルのコメディセントラルで放映される。その後、制作した短編アニメがきっかけで、自身の代表作でもある MTV の人気アニメ、ビビスバッドヘッドの制作につながった。また、同作品において、ジャッジは制作者のみならず、声優としてメインキャラクターであるビーバスとバッドヘッドの声を担当した。同アニメが大ヒットを記録した後、 フォックス放送でザ・シンプソンズと並ぶ看板アニメであるキング・オブ・ザ・ヒルを制作。黒縁メガネと白シャツにジーパンを履いたださい父親とそのさえない家族が巻き起こす日常的なホームドラマである設定とシニカルかつユーモラスなストーリーが受けて同作品も大ヒットを記録。1997年から2010年までに及ぶ13年間のモノロングラン放送となった。 同作品においてもジャッジ自身が声優として参加しており、メインキャラクターであるヒルケの大黒柱、ハンクヒルの声を担当。他にも、ハンクの近所に住む、冴えない友人のブームハウアーの声を担当した。アメリカでは、ホックスチャンネルにおいて、ザ・シンプソンズとキング・オブ・ザ・ヒルがセットの形で放映され、新たな家族ものアニメの可能性を広げた。1999年には、 エミー賞受賞。2004年、2009年にはアニメ界の栄誉でもあるアニー賞を受賞した。また、俳優として実写映画などにも出演し、実写映画の脚本、監督なども担当し、多岐にわたって活動している。1989年に結婚しており、二人の娘がいるが離婚している。また音楽に対しても興味があり、エレクトリックベース担当で、 バンド活動も不定期に行っている。エクアドル生まれであるが国籍はアメリカである。ありがとうございます。